皆さんこんばんは。本日の試合は北澤剛さんと共にお送りしてまいります。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。北澤さん、今日もよろしくお願いします。笛が鳴りました。さあ、この選手に渡っている。合わせてくるか。右には飛び込んできた。これはキーパーがキャッチ。イケルメ。さあ、いいボールが出た。ヘディングシュート。来た。先制点を決めた。狙い打ったヘディング。素晴らしい同点ゴールを見せたのはチャンス。攻撃できたと思いますよ。同点のチャンス。勝ちました。大差で勝ちました。右に開いて、ここでカット。ミチェル・サルガド、大きく開いてシュート。キーパーがしっかりとキャッチ。さあ、これからだ。いや、本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。さあ、どう展開する。キーパーパンチング。本日引き分けという結果ですが、トータルで勝ちを収めました。このボールどうだ。ここで試合終了のホイッスル。ここで力尽きました。4位という記録を残して大会を去ります。さあ、放送時間がそろそろ少なくなってきます。イ・ジョンス胸で落としました。ゴール前フリーになった。シュート決まった。先制、素晴らしいゴール。前半10分見せてくれます。2点、そして3点目をものにしています。いやー、いいシュートだったと思いますよ。乗ってますよ。一気に前。ここからの反射フリーキック。左足シュート。キーパー落ち着いてますね。田村、中田、左サイドに展開。これが疲れが見えます。キーパーキャッチ。日のエンドからが中東。もう一回スローインになります。一気に前。
イ・ジョンス、先制点のチャンス、はい、そうですね、シュート、ゴールゴールゴール、同点にされてしまいました。ゴールしたらミッドフィルダー、もうここからはどういう心境で残りを戦っていくか、ここで一つ気持ちの整理が必要ですよ。ここはうまく決めてきました。ここはね、見せてくれましたよね。チソ、ハン・ジョ・ホワン、右サイドを使って通りません、シュート、これはサイドネット、決定的なところでしたが外しています。いや、いいと思います。あっと、つながった、押し戻された、イ・ジョンス、決勝点のチャンス狙ってきた、このセカンドレグを引き分け、トータルで勝利しています。最後の勝負どころとなるか。ここで延長前半の終了です。いいですよね、最後まで集中を切らさないでね、チームの力ですから攻めてはいるんですけどね、合わなかった。はい、さよなら。ここでようやく勝負がつきました。非常に残念ではありますが、結果としてこの試合を落としてしまいました。終盤になって先制された